皆さんは介護保険の仕組みをどのくらいご存知ですか？団塊の世代が75歳を迎える2025年に向けて、今後高齢化は急速に進みます。このため介護を必要とする高齢者の増加や介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大します。介護保険は家族の介護の負担を減らし、社会全体で支え合う制度です。今回の県政週刊プラスワンは、誰もが住み慣れた町で元気で生き生きと暮らせるよう、みんなで支える介護保険について詳しくご紹介しましょう。この介護保険料は40歳から支払うということで、私はもうすでに支払ってはいるんですが、はい、保険についてどれだけ詳しく知ってるかというと、ちょっと自信がない部分がありますね。まあ、テレビの前の皆さんもきっと名前は知っているけど、詳しい内容を知らないという方が多いのではということで、はい、今回は詳しくゲストにお話を伺いします。滋賀県健康福祉部医療福祉推進課介護保健室の山添美幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて早速なんですが、はい、まずは高齢者を取り巻く状況から教えていただけますか？はい、皆様もよくご存知の通り、日本では急激に少子高齢化が進みまして、はい、人口がどんどん減っております。で、現在では4人に1人が高齢者という状況になりまして、うん、その1人をどういった若者が支えているか、何の若者が支えているかというのを図にしてみますと、はい、1965年の50年前のではですね、9人が1人を支える、はい、胴上げ型状態でした。現在は 2.4 人が1人を支える騎馬戦型状態で、2050年には 1.2 人が1人を支える肩車型状態となり、大変厳しい社会が訪れると予想されています。そうですよね。まあ、こういう状況を見据えて、その2000年にですね、介護保険制度、はい、まあ、できたんですけれども、はい、まあ、ポイントを教えていただけますか？はい、まずはですね、介護の社会化ということですね。介護は家族だけが担うものではなくて、社会全体で支えるものということで、誰もが要介護の程度に応じて必要な介護サービスを受けられるという仕組みになりました。このため公費負担も含め、40歳以上の全国民で費用を公平に負担していただいております。で、もう一つはですね、サービス提供面での自立支援と在宅重視です。自宅で自立した日常生活が送れるよう、一体的な保険、医療サービス、福祉サービスも含めてですね、提供されることを目指すというものです。なるほど。一般的にはその65歳以上になると、この介護サービスが、はい、まあ、受けられるということなんですよね。で、その流れを教えていただけますか？はい、介護サービスを利用していただくためには、うん、まず市や町の窓口に出向いていただきまして、ね、はい、要介護認定を受けるための申請書を提出していただきます。後日調査員が自宅を訪問しまして、体のことや日常生活のことをお聞きしますので、普段の様子や困っていることをお話しください。その結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が開かれ、介護が必要な度合い、要介護度が決められます。はい、そして要介護度1から5の方なんですけれども、ご本人や、ご家族とケアマネージャーが話し合いながら、状態の改善や維持を目指し、介護サービスの利用計画を立て、必要なサービスを利用することになります。特別養護老人ホームなどの施設に入所される方もいらっしゃいます。ね、その要介護認定をされた場合なんですけども、ね、はい、さらにまあ具体的に どのようなサービスが受けられるのか教えていただけますか？はい、サービスの種類なんですけれども、はい、居宅サービスと施設サービス、うん、地域密着型サービスというのがあります。特にこの中の地域密着型サービスですが、18年度の法改正から始まったサービス形態ですが、はい、中でも小規模多機能型居宅介護を利用する方が増えています。県内に現在54箇所あるんですけれども、はい、これは通いを中心に訪問や泊まりを組み合わせて、住み慣れた地域で暮らし続けていただくために大きな役割を果たしています。では、その小規模多機能型の事業所ではどんなサービスを行っているのか、東近江市にある事業所を訪ねました。ここはもともと庄屋さんのお家だった築180年の旧家を改修して、小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所です。
多機能というのは通いのほか、必要に応じて泊まりや訪問介護を行い、地域に密着して行き届いたサービスを提供しているのが特徴です。現在80歳代の方を中心に要介護認定を受けた方が23人利用されており、13人の介護職員が対応し手厚いケアを行っています。そのモットーはその人らしさの実現。今よく言われるのパーソンセンタードケアっていうことなんですけども、その人が生きてきた、どういったことに価値を置かれて、得意なこととか今まで その大事にされてきたことを認知症になっても十分に発揮させてあげたいなっていう思いで、その人が生き生きされることを探し出してですね、職員は そこを結構考えながらケアをしています。ここでは認知症予防としてさまざまな取り組みを行っています。その一つが回想療法。やっぱり普段じーっと黙ってる人でも、昔取った絹塚とか言いますけど、昔のものを見たらこの人が意外な一面を回想法を通して発見することができます。だからそういう皆さんの生き生きした姿とか意外な発見も見たくて、回想法もずっと取り組んでるんですけども、あったいなとかやってしまえたまた歩きやまた積み合わせで取ったもみもみをこれはそうですか。これはもう昭和にねでね、ついついそのやっぱり記憶が読みがあるんでしょうね。自然とこう自分から話してくれますんで、で一番私が感じるのはね、やっぱり物を出した時に皆さんの目の光り方が変わるんですよ。本当に嬉しいです。私ら自身も嬉しいです。そしていろいろ話し聞かせていただくと勉強になりますしね。また地域福祉活動の拠点として介護予防にも力を入れています。当初この庭を守る会、しんべさんを守る会というボランティアの方でこの庭を維持管理していただいているんですけども、その方たちの有志で NPO 梶屋の里というのが、そこでは認知症にならないということをモットーに木工教室とか、これからパソコン教室なんかもされていきます。認知症の方を見守る地域づくりにも取り組まれています。私が地域にずっと言ってるのは明日は我が身やということで、徘徊保護訓練を平成21年からしてまして、去年は能登川の17自治会が参加してくださいました。総勢400名ぐらいで徘徊者を作りましてね、で地域を徘徊していただいて、捜索隊が探すと、徘徊者を探すという訓練なんですけども、それをすることで認知症の理解が一気にね深まります。介護が必要になってもその人らしさを大切にするというね、まさに一人一人の命とこう向き合うケアをされているわけですね。こうやって地域で一丸となってお年寄りを見守る仕組みがあるというのは非常に安心ですよね。で地域で、ね、安心ということは、自宅で住み慣れた自宅にいたいということなんですね。で平成24年9月に県が実施しました滋賀の医療福祉に関する県民意識調査によると、人生の最後を迎えたい場所という問いに約半数の方が自宅と答えられています。またですね、住民がこう中心となった地域での見守りやごみ出し、買い物、配食などの生活支援の輪も広まっています。これからですね、ますますこの介護を必要とする方が増えてくるんですが、この介護保険どうなるんでしょうか。先に紹介しましたようにですね、急速な高齢化による要介護高齢者の増加、そしてこれに伴う介護給付費の増加、そして介護保険料の上昇などが大きな課題になっています。そうですよね。でそこで今こそですね、介護保険制度ができた原点に帰っていただきたいと思うんですね。実は介護保険法の第4条にとても大切なことが書いてあります。何かと申しますと、国民は自ら要介護状態になることを予防するために常に健康の保持増進に努めるとあるんですね。まずはみんなが健康であるように一人一人が努力しましょうと書かれておりまして、
健康づくりとこう介護予防のですね、サービスをこう利用しながら、誰もができるだけ長く健康でいること、そして介護が必要な状態になってもですね、常に改善を目指すプランを作り、そしてサービスを提供するという、この積み重ねこそが一人一人のこう幸せにつながり、また介護保険制度の安定的な運用につながるものと思います。なるほど。まあ、健康のための努力、そして予防が大事だということなんですが、介護状態にならないようオリジナルの体操に取り組まれている高島市を取材しました。高島市で介護予防を目的に作られた高島明日の体操が今高齢者の方を中心に広まっています。これは日常生活に必要な筋力、柔軟性、バランス、身体動作を維持・改善し、転倒、骨折、足の関節疾患を予防するよう考えられた体操です。聞きなじみのある琵琶湖周湖の歌に合わせた曲、あの体操になってまして、立ったり座ったり歩いたりっていうことがいつまででもできるようにということで、下肢筋力のアップをメインにした全身の筋力を使う体操になってます。教室している時に体力測定を教室の前後で取らさせていただいたんですけども、歩く速度が速くなってたりとか、あのバランスが良くなってたりというような効果も見られてました。体操が一つの媒体になって、地域で見守りができるというか、最近この人来はらんけどどうしてはるんやろなみたいな、そんな声かけができるようになっていくといいかなとは思います。一つ一つの体操の目的がはっきりしていて、参加される方の体調や体力に合わせて無理なく取り組めるのが特徴です。ちょっと少し1センチぐらいのところでももうけつまずきたりしますので、けつまずかないしこけないかなとは思ってるんですけど、はい、少しやっぱりね、足に筋肉がつくみたいで軽くなります。階段の上り下りが少し楽になります。いや、体がね悪いから家帰って同じようにちょっとすると楽です、歩くのもね。明日の体操はサポーターによる自主運営という形でグループが増えています。世話になる人が多くて、世話をする人が少なくなっていく時代になっていくと思うんですよ。でやっぱり介護費用とかも負担が大きくなっていくんで、自分のことは自分でできないとみんな元気やなっていう街を作りたいなと思って、ずっと続けようかなと思っています。こうして一人一人がですね、健康について意識を持つということが本当に大切になってきますよね。はい、ご覧いただいた高島市の皆さんのようにですね、現在健康に恵まれておられる方は、その健康を心身ともに維持していただく、そして生きがい作りや運動などで元気に年を重ねていただきたいと思います。はい、また現在要介護状態におられても、例えばですね、半年後私はもう一度自分の力でトイレに行きたい、そういうような具体的な生活目標を持っていただきまして、その目標を実現するために必要なサービスを組み合わせてプランを立て、それを利用する、本当にきっと改善されると思いますので、頑張っていただきたいと思います。はい、最後にですね、心温まるあったか介護ありがとうメッセージと写真の応募作品を使った啓発ポスターご紹介しましょう。はい、こちらになるんですが、そしてこういった作品集もあるんですよね。これ先ほど私も読ませていただいたんですが、介護を通してこう感じられた温かいメッセージが綴られていましてね、ちょっと思わずグッとくる場面もあるんですけれども、本当にこれ読みますと、介護する側もいろいろと学ぶことがある、命について考えることもある、で特に感謝という言葉が多いというのも、印象に残ったんですが、介護というのはいずれ自分たちが何らかの形で関わることですし、老いはみんなにも来ますし、本当に人事ではないですよね。そうですね。私もたくさんの多くの温かい作品に触れさせていただきまして、本当に介護を通してこう家族の絆、そして地域の絆、社会の絆というものをこう感じました。
皆様もポスターや作品集をご覧いただきまして、ぜひこれを機会に介護の大切さを考えていただければと思います。はい、今日は介護保険についてお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いては滋賀の風ふわりです。はい、今回は雪見線と長浜ボンバイです。2月、1年で一番寒い時期ですが、今回は雪見線に乗って長浜にボンバイ店を見に行きます。寒中に楽あり、故国の冬ならではのおすすめの旅です。冬の琵琶湖を縦走する雪見線は、大津港から長浜港を結ぶ片道およそ3時間の船旅です。船からは冬ならではの素敵な景色を楽しむことができます。そして雪見線のもう一つのお楽しみがこれ、お弁当。うわ、おいしそう。滋賀県産の食材がふんだんに使われていて、とっても豪華。どれから食べようか迷っちゃう。お弁当は予約制で1500円です。彦根が近づいてきました。今年から彦根港にも寄港するようになったそうです。彦根の観光もできるなんて楽しみが増えますよね。でも今回の目的は長浜のボンバイ店です。ゆったりとした時間を過ごした船の旅もそろそろ終わり、長浜港に到着です。さあ、長浜に到着しました。長浜ボンバイ店が開催されている慶雲館へは長浜港から歩いておよそ5分。うわー、ほのかにこう梅の香りがすごいしますよ。長浜ボンバイ店は昭和27年に始まり、今年で62回目を迎えています。新春の風物詩としてすっかりおなじみです。長浜市が管理するおよそ300鉢の中から開花時期に合わせて常時およそ90鉢が展示されています。私が一番好きになったのはこのフローというボンバイです。樹齢が400年ということなんですけど、こう400年という長い年月を経てもなおこういう風に可愛くて枯れ猫いい香りのする花をたくさん咲かせるっていうのはもう、なんて言うんでしょうね、生命の神秘というか力強さを感じて、なんかこう心にじんときます。長浜ボンバイ店は3月10日まで、2月9日から3月9日までは夜間のライトアップも行われています。今日は、大津から雪見線に乗って長浜へ、そして長浜でボンバイ店を楽しみました。今回は冬と春を両方楽しめるちょっと贅沢な船旅になりました。さて、滋賀の風ふわり、次回はどこの空へ運んでくれるのでしょうか。なんかマキちゃんのほっぺも梅色に染まってね、可愛かったですね。可愛い梅のいい香りが伝わってきそうでした ね。ぜひお出かけください。それでは県政週刊プラスワン、今日はこの辺で失礼します。